ガルリラルルスフィリップンシス南洋クイナはツルメクイナ科に分類される鳥類の一種である。本種をニュージーランドクイナ属に分類する説もある。その場合学名はガルリラルルスフィリップンシスとなる。フィリピンではティックリングとも呼ばれティニークリーンの名称の由来となっているという。フィリピンからパブアニューギニアにかけてのインド洋東部と南西太平洋の当初とオーストラリア。 ニュージーランドに分布する。体長30から38センチメートル。頭頂部は褐色で、眉藩は灰色、通り目線は褐色、頬と喉から、前首は灰色である。後首は褐色で、背中と右腹は黒と緑色がかった褐色の縞状になっており、白い反転が入る。体の仮面は白色と黒色の縞模様になっていて、 胸に薄い赤つ色の帯が入る。交際は赤色、口しは赤色か赤みがかった茶色で、足は淡い肺褐色である。マングローブ林、低地の湿地やる馬地に生息するほか、標高3400メートルの高地の岩場や草地に生息するアッシュもいる。あまり飛翔することはなく、危険を察知すると素早く走って逃げる。完全に飛翔力を失ったアッシュもいる。 植物の葉や種子、昆虫類、小型の無脊椎動物などを食べる。オーストラリアでの繁殖期は9の3月で、期間内に2回繁殖することも多い。足腹や茂みの中に映像し、一腹5から9個の卵を産む。放卵日数は19から22日で、私有共同で放卵する。以下の27亜種に分類される。当初ごとの固有亜種に分化している。 元アシュ。フィリピン、スラウェシ島に分布する。オーストラリア島南部とタスマニア島に分布する。ニュージーランドに分布する。マッコリー島に分布していたが絶滅した。チャタム諸島に分布していたが絶滅した。生息地の一部では、開発による生息環境の破壊や人間が持ち込んだ猫やネズミ、豚による食害により、生息数が減少している。絶滅したアシュもいる。 ありがとうございます。